どうしてもですね、家にこもりがちといいますか、外出を控える風潮がある昨今、家にいる時間が長くなってしまうんですけれども、先々週ぐらいからですね、土日家にいても仕方ないので、押し入れの整理をしましょうね、なんと言いましてですね、片付けをしてるんですね。まあまあ出るわ出るわ、今の住んでるお家に越してきたのが20年前なんですけれども、一度も開けてない段ボールっていうのが最低でも5箱以上はでかいのがありましてですね、開けたら出てくる、その見ようと思ってた的な、VH テープとか、カセットテープみたいのが、まあ山のようにあって全部燃えないゴミ行きになるわけなんですけども、そんなものをガタガタ片付けてたらですね、うっかり出てきたのがですね、なんか中高大学生の時の日記っていうのがありましてですね、またこの中高生の時の日記がね、ひどい、ペラってめくるとですね、明日はイングリッシュのイグザミネーションがあるから頑張るぜみたいなこと書いてあって、覚えたての英単語使いたくてしょうがないみたいな、痛々しさね、もう2秒でゴミ箱にゴン突っ込んでですね、もう全部燃えないゴミにして消去したんですけど、本当にね辛いです、ああいう過去の自分に向き合う瞬間。皆さんは小さい頃日記つけてたんでしょうか、ということで今日は3月14日週刊燃える通信です。はい、時刻の方は午後7時を回りました。お聞きいただいておりますのは 76.9MHz あなたの FM 燃える、この時間は週刊燃える通信をお送りいたします。ニュースを中心に1週間の出来事を振り返っていこうという番組です。お相手は私小野と、ああやったわやった、今日のニュースペーパーをルックとかで書いてありましたコメンテーター1号です。そしてもう一方はい、本日3月14日ホワイトデーということで、私のカバンには若干の余裕がございますのでプレゼントのある方はぜひともお早めにこちらの方までお越しいただけるとありがたいなと思っているレミニャです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてさっき番組の時に日付を言うんですけど、はい、その時初めて今日ホワイトデーだっていうのを思い出したものです。すいません、小野からのホワイトデーは1週間遅れで進んでいくと思いますんで、ちょっと皆さんすいません、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、公共電波使って使用にやめてくださいよ申し訳ない、本当にね、はい、うん、ということでございました。はい、はい、まあはずいよね、でもその2週12秒っていうのはまさにこのことかみたいな、そうなのだぜとか書いてるのよ語尾に、うわ、はいはい、うわ、米市さんもそんな、ね、それこそさっきも言いました今日のニュースペーパーをルックとかって書いて、後ろにビックリマークビックリマークが5つくらい書いてるんでやってたもう小野さん2秒でゴミ箱したけど、はい、私30秒もかけずにスポーンと全部捨てましたでもそれって一応燃えないゴミ袋に入れての、消去というか処分ですよね、まあ、燃えるゴミさんね、燃えるゴミさんがね、燃えるゴミさん、とりあえず会社に持ってってシュレッダーにかけようと思ってそのままぶっ飛ばしてありますけどそれが一番、うん、なるほど、だからそのままゴミ袋に入れて業者が持ってっちゃったら見られる可能性があるじゃないですか、ありますよねっていうのは、うん、そういうリスクは考えなかったんです。わーおー今かまあでも人様の書いた、うん、日記なんか見やしないと思いますけどね。いやいや、バサッと落ちて広がって、あ、なんか書いてある、うわこれ、あ、今日のニュースペーパーをルックとかって書いてる、これなんだこれ大丈夫、名前も分かんない誰かのゴミなんだね大事、そこは大丈夫だと思います、ある意味笑ってくれれば本物、この辺から回収してるから多分あそこのうちだなとかいや本当痛々しいよね、どうなんだ皆さんも、やっぱりありますよ、それ目の前に一人すぐもういたぐらいだから、結構みんなやらかしてるってことですよね、きっとやらかしてますよ、それを見た瞬間に、あ、
これを中二病っていうのかっていうのがよく理解できました。思いましたね。思いました。私も引っ越しの時出てきたんで、もう秒でハサミでもう細々に切って切って 量が多いんだよ、昔の積年のもんだからだから普通のハサミじゃなくて、何重にも重なってるハサミあるじゃないですか、はいはい、シュレッダーみたいにできるようなあれで一気にこうザクザクザクと、ね、本当シュレッダー欲しくなりましたわ。あのハサミで結構壊れやすいんだよ。でもそうなんです、うん、何回か使ったことあるんだけども、うん、本当にちょっと厚いものを切ろうとするとポキン、あ、終わったとか、なかなかこう奥までいかない。そう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 、使い勝手が悪いんだわあれ。そう、幅は広いんですけど、うん、いっぺんに切れる枚数はせいぜい 2,3 枚が限度かなっていう。そのハサミ使ってるっていう人を初めて見た私。うっさん、あのジョークグッズだと思ってたから俺完全にジョークグッズが確かに100円ショップって買ったもんだけどあ、100円ショップで売ってるのね。売ってた。そうか、そうなのだ。私はちゃんとそれで刻みのり作ったりとかしてましたよ。刻みのり、それならいいんじゃないか、むしろ、うん、っていうかそんなに分厚い刻みのりを作る人はいないから、あ、まあ、確かにそうなんですよねだちゃんと、まあね、のり、その刻みのりを作る専用のハサミなんで、うん、ペーパーには使わないでくださいっていうのが書いてありますよね。ちゃんとね、シュレッダーバサミって書いてあるからシュレッダーとして使ってたんだけど、あっという間に壊れました。はい、はい、ということで痛々しい日本、はい、日記の話でございました、ね、皆さんも何かあったら教えてください、ね、聞きたいですよね皆さんの。あ、ないかしらそういう日記って、ね、ネタに話す分には許されるっていう、そうそうそう、そういう感じの、はい、やめろ魂の傷をえぐるなとかお待ちしております、はい、それでは気になる明日の天気の方をご紹介いたしましょう。はい、3月14日の4時36分旭川地方気象台発表なんですけれども、明日こと3月15日の留萌地方の天気です。東の風、日中北西の風、曇り、昼前から晴れ、ところにより未明雪となっております。波の高さは1メートルです。3月15日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 20%、 以降6時間ごとに正午まで 0%、 午後6時まで 0%、 翌日深夜0時まで 0% となっております。また3月15日留萌の朝の最低気温はマイナス5度、日中の最高気温は2度となっております。うんうん、まあ、今日よりはかなり過ごしやすい天候になりそうですね。そういうことですよね。まあ、曇りのち晴れということでね、お出かけ日和ではありますと、はい、うん、お出かけ日和かもしれないけど出かけられないよね、うんうん、外に出ないでね、うん、自粛してくださいって言われちゃってるから ね、 そうね、ただね、あ、まあいいや、はい、うん、そういうこともありますということで、まあ、お散歩にはいいんじゃないでしょうかという気がいたしました、うん、そうね、はい、いい。さて番組では皆様からのお便りをたくさんお待ちしております。宛先はこちらです。はい、電子メールのアドレスから参ります。 769@moeru.fm 769@moeru.fm、 ファクシミリ番号は 0164-42-3856 0164-42-3856 となっております。よろしくお願いいたします。口調を変えてみました。はい、さてそれでは今週の1曲目の方をご紹介いたしましょう。今週はですね、イギリスのレディオ BBC のヒットチャートからいくつかセレクトした曲をお届けしてまいります。1曲目です、セイントジョーンで、ローゼズ聴いていただきましょう。どうぞ。
はい、聴いていただきました曲はセイントジョーンでローゼズという曲でございました。はい、はい、ここからはルモイの話題をいくつか振り返ってお届けしていきたいと思います。はい、まあ、どうしても時節柄というのもあるんで、こちらですね、ルモイ小学校で分散登校始まるという話題がありました。うん、まあ、新型コロナウイルス感染防止のため、ルモイ市内の7つの小中学校で臨時休校が続いているところですが、市内のトップを切ってルモイ小学校で11日にですね、分散登校が行われまして、教諭が児童に休み中の過ごし方について指導したということです。児童生徒を複数回に分けて登校させる分散登校では、北海道の鈴木都知事、道知事ですね、直道知事の要請を受けて実施したということで、子どもの健康状態や学習状況などを把握し適切に指導するとともに、新学期に向けた生活リズムを整えることが目的です。あ、確かに、はい、この日は 1,2 年生が午前9時から、 3,4 年生は同10時から、 5,6 年生は11時からと3つのグループに分かれて時間差で登校、玄関入り口に立つ担当教諭から熱はないですかなどと体調について質問を受けた後、手を消毒して体育館に移動したと。で、体育館では児童が感染を予防するために1メートル間隔を置いて床に座った、担任教諭が休みの間もきちんと勉強運動はしてください、また出かけた時は家に帰ったら手洗いうがいを必ずするようにしましょうなどと呼びかけると、大きな声ではいと返事をしていたということです。うん、そうか、やっぱり広い場所だもんで、が必要だもんで、体育館でねやったりすると、そういうことですよね。あ、そっか、授業自体を教室じゃなく体育館で行うっていう形なんですね。まあ、授業っていうのか、あの、それこそ国語とか算数とかはできないだろうから、うん、その、ああ、そっか、休み中の過ごし方の指導っていうことで、あ、まあ、ロングホームルームみたいなもんですね。だから、うん、あの、それこそ北海道教育委員会のホームページに、その分散登校のやり方みたいなことで指導が出てるんですけども、それ見ると、その時間、まあ、留萌小学校みたいに時間別に、その10時、9時からは 1,2 年生、10時からは 3,4 年生とかっていう風に分ける場合もあるし、その学年でもその人数の多さによっては、その 1,2 組が午前9時から、 3,4 組は午前10時からとか、そういう風に分けるとか、 あと通ってくる地域ごとに分けるっていう、そういうやり方もあるっていう風に書いてましたね。まあ、とりあえず分けろと、なるべく、うん、あの、人数多く集まらないようにして、うんうん、あの、間隔も取るために、うん、あの、体育館だってその広さは有限ですから、まあ、そうですね、うん、あの、半径、直径2メートルの円を想像していただければ分かると思うんですけど、うん、そこに入らないようにそれぞれの人員を配置しなければならないので、うんうん、その場合に、あの、密集しないように、その全校生徒がダーッと集まってくるってことはできないよと、うんうん、いうことなので、まあ、そう考えるとちょっと教室ではね難しいですよね、うんうんうん、というところですよ ね、 ですね。いろんなところに影響出てますね。はい、うん、まあ、そろそろね、始業式じゃなくて修了式、まだか、本来であれば来週ですよ ね、 すね、というところで、そのまま春休みに入っていくという感じかなと思います。うんうん、ですね。またですね、そう、卒業式シーズンということもあって、はい、こちらは留萌中学校の卒業式の話題が入ってきてますね。留萌中学校の卒業式が3月の12日午前10時から同校の体育館で行われましたよと。で、卒業生93人が中学校生活の思い出がいっぱい詰まった学び屋を巣立ったということですね。はい、式には卒業生と保護者、同校の教諭計210人が出席したよと。また、この新型コロナウイルスへの感染予防のために、父母の人数制限、それから国歌、校歌の斉唱はしないで CD をかけて代用するなどの対策が実施されたと。また卒業証書についても、各学級の代表者計3名がステージに登壇して校長先生から受け取るという形に変更したそうです。やっぱりね、一人ずつやってると飛沫感染もね、うん、ありますしね、と、ですね、いうことでね、長尾校長先生は母校留萌中学校を心のふるさととして、本校で学び培ったことを、自信に自ら選んだ進路の第一歩を力強く踏み出してほしいと式場を述べたそうです。はい、ということですね。まあ、ね、卒業式終了後、卒業証書授与式式場と書かれた看板の前で記念撮影をする生徒が結構見られたということですね。うんうんうん、
まあ、これはしますね、うん、うん、ありますね、ありますね、通常でもやりますよ、うん、やりますよね、うん、入学式でもやりますもんね、うん、はい、そうですよね、なんかこうインタビューというかな、取材された生徒さんもいたらしいんですけれども、うん、卒業生の吉田さんは修学旅行で函館の夜景を見たのが思い出に残っているというようなことをねコメントされていたということです。いいですね、やっぱり修学旅行って思い出だよねと思いながら真っ先に出てくるんだろうなと思いました、うんうん、一番盛り上がりますもんね。そうですよね、まあ、それこそ家族以外で初めてその遠出して宿泊するっていうそういうパターンだと思いますので、そうね、もうね、そうよね、夜なんか寝るもんかみたいなね、時間が繰り広げられたんでではないでしょうか。そうね、枕投げするとかねって、はい、今の子ってするのかね、わかんない今の子、うん、まあ CM ではやってますけど ね投げ放題、あれが今の学生かっていうとちょっとわからないとこではありますね、はい、あとはですねちょっとだけ、はい、国土交通省はって話があるんですけれども、3月13日留萌市の留萌を含む全国13カ所を道の駅として登録したことを発表しましたよと。で、市では一昨年からルシンふれあいパークの駅登録、道の駅登録に向けて準備を進めていたところですが、今後屋内交流遊戯施設などの整備を進め、周辺地域や街中へのにぎわい創出、交流人口の拡大などを図っていくという話題が出ていましたね、うん、まあ、これで本格的にね、あの道の駅留萌として、あの船場公園のね管理棟が、何度か少し様変わりしていくのかしらね。まあそれはそうだろうと思いますけどね、まあ道の駅っていうことですんで、あの公園そのもの、うんうんうん、あの多目的広場とかそういうところまで含めてっていうことだと思うんですよ、うん、ただあの管理棟ばっかしじゃなくてね、うんうん、だからそういうところもあって、まあ、お客さんがいっぱい来てくれることを祈りたいんですけども、ちょっとね難点が1点ありまして、あの留萌館内の道の駅だとだいたい国道プチにあるんですよ。あ、そうですよね、うん、まあ、国道からちょっと、まあ、目の前確かに国道なんですけども、うん、メインとなる国道232号からちょっと離れてるかなっていうところがあるんで、うん、あのいろいろとイベントなりなんなりで盛り上げていって周知を図っていかないと気づいてくれない、うん、可能性はないかなっていうところなので、うん、まあ、これからが勝負です。でっかい看板でも立てていただきたいところですね。うん、そうだね、あれじゃない、オロロンロボっていうのはあれ分かんないけど、あのごしあれ超合金で作って留萌館内のあれの立像ね、そうそうそうぜひ、まあ、3メートルぐらいのちょうどあの後ろにポスターがありますけどね、そのね、うん、オロロンロボの関係は、まあ、せっかくなら1分の1でぜひっていうかこれお願いします。何メートルの設定なんだろう、わかんない、18メーターぐらいあってほしいね、ガンダムお台場行け、そういうの欲しいと思いました、ね、はい、はい、あ、すいませんちょっと遅くなりました。今週の2曲目をおかけいたします。レディーガガの新曲出てますね、ストゥーピッドラブ聴いていただきましょう、どうぞ。お聴きいただきましたのはレディーガガでストゥーピッドラブという曲でございました、はい、なんだろう、
最新曲だけどあんまり最新っぽくないなっていう気がちょっとガガ様節が炸裂されてるような感じがするんですけど、ですかですかね、ですね。さてここからは世間の話題、今週もコメンテーター一五さんからの話題提供です。はい、まあ、昨今この話題に触れないわけにはいかないというか、これしかないっていう話なんですけど、まあ、新型コロナウイルスの関係ね、あ、うん、まあ、直接ってことではないですけども、うん、まあ、北海道で130何歩っていう市町村、人数ね、そうそうそう、の罹患者数っていうのがなってるんですけど、うん、はい、今のところはもう奇跡の状況なのか何なのか、留萌管内と宗谷管内では感染者がゼロ、はい、3月14日現在、3月14日っていうことでしょうね、うん、今日の昼ぐらいまでの話ってことでゼロってことなんですけども、はい、まあ、中にはあの風が強いから全部菌が吹き飛ばされてるんじゃないのなんていうふうに笑ってくれる方もいらっしゃるんですけども、そうね、まあ、あの感染源と目されている中国、まあ、全土で、12日現在の話ですけども、はい、感染者数って一体どれぐらいになったかって分かります？8万くらいでしたっけ？そこまで言ってない。あれ？ちょっとだけ、うん、14,897人、感染者だけで、うん、あー、そっかそっか、うん、疑いも含めた数字見ちゃったんだ、うん、だと思う、うん、まあ、ほとんど その中国のなんとか省とか、はい、うん、そういう自治区だとか直轄市では、うんうんうん、新しい患者数がゼロの状態を保っているんだそうです。お、うん、まあ、マスクとか手洗いとか消毒っていうのは、うん、ここ3ヶ月の間で中国社会にとっても最も頻繁に聞く言葉となっている。特に消毒については日常的な行動となっているそうです。あら、まあ、おかげでそのゼロを保っているということなんでしょうけどもね、うんうんうん、まあ、そうした中で在中日日系企業の製品が大ヒットを連発しているそうです、うん、あ、空気清浄機ばっかしじゃないのよ。じゃないの、うん、あ、まあ、新型コロナウイルスの感染者が拡大する中、はい、北京では、はい、市民がエレベーターに乗るとき、はい、ライターで行くフロアを押してすぐその後ライターで火をつけて押したところを消毒するという風景が見られるんだそうです。パワープレイだな、なんか熱に弱いっていうんでね、っていうことだと思うんですけど、火は効果的っていう話もどっかで出たっていうのが多分そういうことなんだろうな。ボタン焦げませんかねってところもあるんですけどまあ、サッカーブルテールなんですよね、でしょうかね、はい、まあ、また多くのエレベーターではティッシュが用意されており、あ、そのティッシュでボタンを押す人も少なくないと、うん、確かに、あ、直接押すんじゃなくて、直接じゃなくて、うん、押して拭くでもなくて、まあ、間に挟むみたいな感じなんでしょうね。バーギアみたいな、そういうことかもしれませんが、まあ、利用者は普通のエレベーターには2人、大きいエレベーターでも5人ずつ乗るようになり、うん、まあ、できる限りスペースを取るようにそうですね、うん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 、エレベーターで感染したケースは聞かないけれども、うん、北京市内では、うん、北京市民はエレベーターに乗ることを非常に恐れているんだそうです、うん、でここで、はい、中国の日立電機の系列会社では、うん、ノータッチでエレベーターに乗る方法を新型コロナの患者を出した団地のビルに取り付けたそうです。ノータッチ？音声？ひょっとして、ちゃう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 、携帯電話のアプリでエレベーターを呼び出す。あ、素晴らしいアプリを持たない人でも QR コードをスキャンすることで行く先を決定するとさらにオフィスビルではなんと顔認証技術を活用し勤務するフロアに自動的に止まる。あ、それ素晴らしい、素晴らしい、楽。さらに Bluetooth なども使える。おー、なんかハイテクてんこ盛りみたいなイメージがあるんですけど、うんうんうん、っていうことで、ノータッチ方式を既存のエレベーターや他社のエレベーターにも取り付けることができるといい、ポスト新型コロナウイルスの関係では全ての中国のエレベーターにこのノータッチ方式が取り入れられるようになるだろうとしていると。あ、これ広がったら全世界で使えそうな気がします ね。でこの日立製のエレベーターっていうのは現在中国で35万台ほどが運用されていると、うん、あら、そんなに。で今後市場開拓にはこのような機能を持っていることだけでも非常に有利になるだろうと評しているそうです。へ、でさらにこの日立製のエレベーター、はい、紫外線消毒機能および、空気抗菌浄化機能、おお、抗菌ボタンなどの技術も取り入れており、普通の利用者が気づいていないけれども、うん、今後の新型コロナウイルスの対応の中でこうした技術が、まあ、
盛り込まれているということを知られるだけでも大変注目されるようになるだろうという話でございます。なるほど。続きましては、富士フィルムの中国の企業。あ、はい。携帯電話用の抗菌フィルムが人気だそうで。確かに私も、まあ、携帯、うん、まあ、スマホ、うん、まあ、画面もそうですけど、うん、今ケースで使ってるので、うん、まあ、外出先から戻ってきた時、うん、手を洗ってからその除菌の作用のある、うんうん、ウェットティッシュ、で拭くようにはしてますね、うん、あの画面とかのフィルムね、うんうん、なんですけれども、銀イオンの抗菌抗ウイルス機能というのはよく知られておりますが、ですな、うん、富士フィルムではこれにアルコールを加え、うん、持続的に菌を抑制できるティッシュとスプレーにして、銀系抗菌製品を開発。銀の使ったっていう。おうん、2年前に製品を中国科学院理化研究所と、武漢大学ウイルス研究所などに提出、うん、抗菌抗ウイルスの効果について測定してもらい、非常に高い抗菌抗ウイルス機能が証明されている。中国では抗菌意識というものが、まあ、弱くというかほぼなく、うん、当初は市場喚起では難しかったんですけれども、うん、はい、新型コロナウイルスが猛威を振るっている現在、うん、品薄で超人気を得ているんだそうです。続きまして、リコー。どんどん出てくるね。出てくるよ。いっぱい出てくるよ。リコー、カメラの、うん、あのコピー機の方の、あ、昔のリコー化学、それこそプリントごっことか使ってた会社ですね、はいはいはい。ここが昨年12月から室内オフィス用の抗菌抗ウイルス対策に使う日本製の空気笑顔っていうのがあるらしいんですけど、これを中国で販売するようになった。空気笑顔、うん、加湿器にこの空気笑顔というものを入れて加湿すると、うん、まあ、薬剤なんでしょうね。あ、うん、密閉された空気部屋の空気および机等に付着した菌ウイルスなどを除去するという、そういう清浄剤なんだそうです。お、あら、それは楽。1月から新型コロナウイルスがまず武漢で猛威を振るい、うん、その後中国に猛威が広がる中、この空気笑顔が中国で人気を呼ぶようになったと。ただ、うん、2月以降、日本でも新型コロナウイルスの猛威が高まってきていることもあり、うん、日本でも厳しくなるとは思っていなかったんですけども、中国に大量に輸出することができなくなりました。品薄。日本で使うから中国に送る分を減らしてますっていうこと。完全に、まあ、でもヒットしたってことだ ね。ヒット商品に、まあ、ゆえに品薄、うん、そうそう、まあ、需要はありますもんね、うん、今後の販売については非常に有望視してますと、うんうん、まあ、これら日本の企業は抗菌抗ウイルス関連の製品サービスなどをたくさん持っていることで、世界で広まっている新型コロナウイルスによって、そうした製品の開発時の予想を超えて大きな市場を開拓しているという、あ、そういう結果が得られておりますと。メイドインジャパンみたいな。抗菌ブームっていつでしたかね。10年か20年ぐらい前からやたら、そのなんだろうね、抗菌グッズみたいのが、うん、日本で流行って、うん、ありましたよね。2009年の新型インフルエンザの時に、うん、除菌除菌とかっていうのがちょっと始まったかなっていう気がしますね。ただね、もっと前からね、こう、なんていうの、抗菌のなんかこう、うん、シーツだとか寝具だとか、あの、はいはい、抗菌まな板だとかっていう結構出てきて、はい、あの、これ本当に効果あんのっていう話題も結構出てたんですよね、うん、ただブームだもんで、ね、機能さえつけとけ売れるっていう時代があって、まあ、それが、うん、ね、今の商品開発につながってんのかなっていう気はしますよね、うん、まあ、それによって、まあ、コロナウイルスもそうだけど、インフルエンザウイルスも、まあ、ね、なくなってくれるんだったら嬉しい話ですよね、うんうん、そうですよ ね、やっぱ風邪引きたくないですもん。昔寝具店でバイトしてた時にも、うん、まあ、仕事してた時にも、うん、ちょうどその抗菌寝具っていうその枕カバーとかが、はいはい、出始めた頃で、うん、これ本当になんか菌とかをね、こうあれですか、付着させない機能とかあるんですかねって言ったら、うん、正直あんまないですって。いや、正直すぎんだろそれ。買ってすぐの頃はあるけど、そんなの洗ってるうちになくなるから、あ、そういうこと、万能だと思ってもらっても困るけど、でもつけとくとみんな買うんだっつって、うん、だから仕入れるっていう話をバイヤーの方が言ってたような。今ならね、もうちょっと
聞いてるのかどうか、うん、ただ分かんないよね、うん、我々には、うん、まあ、それこそ枕カバーとかだったら、うん、銀メッキしてるような繊維が入ってますよとか、うん、そういうところで永続的に、うん、まあ、ちょっと効果は長く続きますよとかっていうのはあるかもしれないけど、確かに小野さんがその仕事をしてた頃って言ったらもう、うん、20年以上前でしょうから、まあ、20年今日前です ね、 ね、そしたら本当にまだ一回洗濯したらもうその機能ベロッと剥がれますとかっていうこともあったかもしれない、ね、どうなのかな、マイナスイオンみたいなね、なんか怪しげなものもあるしね、まあ、水素水もありますしね、うん、聞くと信じるしかないなっていう、うん、信じるものは救われるということでだと思います、はい、はい、続いてまいりましょう、はい、また新型コロナウイルスの関係ということになりますが、まあ、直接ねダイレクトに話するんじゃなくて、まあ、薬局やスーパーマーケットからトイレットペーパーが姿が消えましたよね、一時期ね、一瞬ね、うん、まあ、最近はまた出回ってくるようになりましたけれども、はい、それでも一部地域では未だに品薄な状態が続いているんだそうです。あら、うん、まあ、この状況に SNS ではやはりトイレットペーパーの品切れ騒動が起きた、第一次オイルショック、あ、1973年を想起する人も多いそうですが、はい、話題となっているのはそれと同時期に開発、まあ、販売されている、うん、ハッピーターン、んハッピーターン、はい、お菓子ありますよね、はいはいはい、あれね、あれですね、まあ、米菓製メーカー最大手の亀田製菓より発売されているこのハッピーターンですけど、はい、うん、甘じょっぱい粉が振りかかった洋風のソフトせんべい、美味しいですね、美味しいですよね、あの粉だけ売ってくれっていう人もいるぐらいっていう、売ってるっていう話ですけどね、ほー、うん、作れるよ、ほー、うん、やろうと思えばね、まあ、で亀田製菓といえば柿の種も有名なんですけども、はい、うん、あ、そうですね、まあ、同社の製品の売り上げ第2位がこのハッピーターンということで、うんうん、実はこのハッピーターンの名前の由来っていうのは第一次オイルショックの、まあ、そのところに由来するんですって、はい、公式サイトによりますとハッピーターンが開発されていた時期はこの第一次オイルショックの影響で日本中が不幸な状態にあったと、うん、そこで文字通り幸せハッピーをお客様に戻ってくるようにターンするように願いを込めて新商品にハッピーターンと名付けましたと。ダジャレだ。ダジャレだね。え、ダジャレ？ハッピーターンだ。あ、でも意味としては合ってるよね。そうそう、合ってることは合ってるけど。でも要はそういうことね。なんか引っ掛けっていうのが、うん、そういうところもあるってことでしょうね、うん、っていうことなんですけど、はい、まあ、当時その企画商品企画部かのマネージャーさんのインタビューの記事が残っているんだそうですけども、うん、このベーカーを買う世代っていうのは40代から50代の主婦が、まあ、中心なんだそうです、うんうんうん、なので奇抜すぎてもダメ、あ、その上20年とか30年経っても廃れない新鮮な名前も求められていると、うん、なかなか廃れない名前ね、そうそうそう、うんうんうん、で当時商品そのものという名前をつけることが多かった中でイメージだけで名付けるっていうそのハッピーをターンするっていうイメージだけで、はいはいはい、商品の中身について別に語ってるわけでもないよと、そうか、柿の種みたいなね、ではなくて名前じゃないっていう、うんうんうん、そういうこネーミングは斬新だったと思うと語っている、うんうんうん、でその第一次オイルショックでは原油価格が高騰する中無関係なトイレットペーパーの品薄の噂が流れ、うんうんうん、人々が買い占めに走っていく騒動となっていると、うん、一方1976年に発売されたハッピーターンは、うん、その名が廃れることもなく現在も多くの人に愛されていると、うんうん、SNS 上ではあ、そんな名前の由来があったのかという驚きの声のほか、うん、トイレットペーパーではなく今度はハッピーターン買い占めてきますいや次はハッピーターンが売り切れるのかとつぶやく声が上がっているそうですうん、まあ、ハッピーターンが品薄になったところで直接的な生活に影響があるかわからないよ品薄になると食べたくなってしまうこの人間の心理をそうそうそう、ね、そういうのはあるよ、ついた商法はありますからね、うん、後で買ってこようかななるほどね、みんないろいろ考えるよね、このハッピーターン、それこそ最近だとちょっと味変っていうのか、うん、かかっている粉の味が違うバージョンが出てきてるらしいですけどもね、 ありましたね、うん、いろんなのがあるの、純粋に、うん、バリエーション味が濃いやつ、そこまで覚えてないんですけど味が濃かったりとか、うん、なんかあと、うん、
なんだっけな、マヨネーズ味じゃなかったし、なんかそういう風なちょっと違ったフレーバーの味がついてるっていうやつがあったりとか、はい、先ほども言いましたけど、うんうん、粉だけ売ってるとか、うんうんうん、粉だけ売られてもなと思うんですけど。でもハッピーターナーの味の粉だったら、まあ、個人的には塩の全くかかってないフライドポテトを、うん、まあ、自宅で揚げてハッピーターンの粉かけたらどうなるんだっていう、あ、うん、気になるね。でしょ、気になることは気になりますけど、ね、ほらほらほらちょっと触手が動くから、うん、わらわらわらと、はい、なんかにこう振りかけたいなと、うん、でも決して白いご飯にはかけたくないなって、うん、でもあの米菓ですから、要はおせんべいってお餅から作ってるんですから、米だよね、うん、米だよね、ご飯だよねみたいな、なんかおにぎりならありな気すんだよな、あ、混ぜ込みしてなんかね、うん、まあ握ったとサラサラでもいいけどさ、はいはいはい、なんかねいい気はするよね、塩の代わりにハッピーターンの粉をつけるというのもありかもしれませんけどね、食べてみたい気はします。うん、じゃあどっからかハッピーターンの粉を仕入れましょうか。なんかやってそうだね、あのデイリーポータルデッドであの別役レイさんとかがあのいろんなものにハッピーターンかけてみたみたいなやつはやってそうな気がします。やってみたい、それこそ YouTuber の方とかそういうふうにやってるのがあるかもしれないんで、皆さんも探してみると面白いかもしれません。いずれにしても、ね、あの新型コロナウイルスの話題で結構持ち上がってる昨今ではありますけれども、うんうん、まあ、こういうふうにちょっと視点を変えると面白いネタっていうのをまた転がっているということなの で、うんですね、まあ、まだしばらくはこの状況続くと思いますので、うん、この番組では で、ね、うん、できる限りなんか面白おかしいというか、うんうん、笑ってこのウイルスを吹き飛ばそうみたいな、そういう話を持っていきたいなと思っております。そうですね、笑いはね免疫力を高めるとも言われてますのでね、大して面白くねえよって言われたらそれはそれでおしまいなんですけど、うん、それは言わないで、うん、それは言わない約束でいい、うん、まあ、約束の前にあの皆さんメールかなんかくださいということで、はい、それでは今週の3曲目をご紹介いたしましょう。サム・スミスで To Die For 聴いてください。どうぞ。 It is if everyone dies alone. Does that scare you? I don't want to be aloneSipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. So much shadow on the sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for.Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. So no shadow on the sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. はい、聞いていただきました曲はサム・スミスで To Die For という曲でした。はい、ここからはとんでも研究所のコーナーです。今週も所長の山崎さんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。パチ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 。と
先ほども言ってましたが相変わらずその話題ばっかりですが、そうですね。でただいろいろと新しい知見とか論文が出てきてて、はい、それなりにちょっと興味深いなっていうのがありましたので、その結果としてその論文が正しくなるか、ダメだこれやって言われるかは別として、で今現在の状態で、まあ、今ヨーロッパが中心になっている WHO も言ってますけれども、はい、でスペインとかでも5000人台になって、で死者が130何人ですね、はい、で死亡率が 2.5%、でイタリアはすごいですよね、でもう1万8000人近くなって死者も1300人近くなる、で死亡率が 7% 台、でイランは細かいことは分かりませんが感染者もどっちにしろ1万人をはるかに超えて死者数も500人では効かないということです。で北欧とかも今どんどん増えてきてます、イギリスとかも、アメリカはイギリスだけ除外しましたがイギリスも結構なペースで増えてきてますし、だいたい外国だといわゆる大統領クラスの人方が結構大臣とか大統領とか、そこら辺の人方が感染するくらいのレベルになってきているの で、はいですね、なかなかちょっと冗談ごとでは済まなくなったっていうのが正直なところですね、はい、で以前にお話ししたことありますが、パンデミック自体の条件っていうのがもともとは鳥インフルエンザのイメージでスペイン風邪とか ああいうもののイメージで非常に致死率が高いもので、バタバタ死んでいくというようなイメージがあったんですが、はい、ついに3年くらい前のパンデミックになるとしたら、人類に対して非常に悪い結果を残す病気というのはむしろ軽い風邪に近いものだろうというお話なんですね。で感染はしやすいけれども、症状が悪いという人は少ない、はい、だけどだから感染がどん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 広まっていく、普通伝染病例えばエボラとかもそうですけれども、はい、よほど派手に動き回る人がいない限り、致死率が高いものというのはそう言ってはなんですがその病気になった人が消えていく亡くなっていくことで短い時間にそこから途絶えてしまうんですね。だから例えばその集まり集落だったり、町が、はい、きつい方をすると全員亡くなった時点でそこが封鎖されていればそれ以上にはいかない、ということになるので、はい、実は大きくパンデミックになるということは少ないんです、はい、で分かりやすいですね、ところが今回のもそうですが風邪くらいだよっていう人が結構初期の頃も多かったので、はい、お医者さんとかでも多かったんで大騒ぎするなっていう状態が実は知らない間に感染数がつまり死亡率が低いんだけども、分母が大きくなるので相対的に絶対的な例えば重症者とか死者数が増えていくっていうのは当たり前のことなんですね、それが例えば100万人単位だったり1000万人単位だったりしていくと、ちょっと冗談では済まない数字の人が亡くなっていくということになると、で気がついたらパンデミックという状態だっていうのが言われ2年くらい前の論文で言われてたんですが、今ほぼそれに近くなってるというのが怖いな、むしろ怖いなっていう感じがします、はい、でどっから来たっていうお話の時に、中国もちょっとなかなか危ないような発言とかで、アメリカから来たとかいろんな話が出てますが、まんざらの根拠がない話でもないもんですから、そこら辺も面白いな。で11月、少なくとも11月には武漢でその周辺で感染者が出ていたんですけれども、はい、どうも遡っていくと12月、11月の頭くらいだということなんですね。でそうすると回転問屋云々っていうのは、むしろ後からの話で、そっちがメインではなさそうだという話ではあるんです。でだんだん言われなくなりましたよね、回転問屋で野生動物売ってたからだって話が今ほとんど出なくなりましたけれども、一瞬聞きましたけどね、はい、で中国が米軍の手だって言った理由がですね、10月の中旬に武漢で世界軍人協議会というのがあったんだそうです、でアメリカからも数百人くらいの兵士が来ていろんな協議をしたと、で その人方の誰かが持ち込んだんじゃないのかというそういうのが中国側の主張のようなんです、
で、まあ、そこら辺は本当に遺伝子でも辿っていかない限りわからないんですけれども、うん、一応11月にはもう流行になっていたというふうに考えられる、うん、で12月の31日には300人近くになっているということだったんですね。で、うん、2003年の SARS の時は3月に香港に中国から入ってきた大学教授かなんかがホテルに泊まったっていうその夜に感染を広げた、そういうことなんですね。でも WHO が調べたらその前の年の秋頃から広東省ではもう流行していたということだったので、実は流行をただその人が要するに持ち出したということだったんです。で一応ですね、流行が11月から始まったとして中国の例で追っかけていくと、ピークがまあ2月の10日くらい、今の感じでいくと、で、はい、とりあえずの収束が3月の頭くらいになってくると、だいたい流行の期間ピークまで3ヶ月くらいかかって、収束までにはまあ4ヶ月半くらいというふうに考えられると。で日本に当てはめると1月くらいが流行開始で、ピークがじゃあ4月の中旬頃で、収束がまあだいたい6月の末くらいだろうかという予想、まあ、中国と同じパターンでいけば、あくまで予想ですよね。ただしこの収束っていうのは最初の流行がある程度まで収まるっていう意味なので、当然すぐには消えませんから、単発的にポコポコと出ては、数ヶ月以内くらいに第2波として流行が始まるかもしれないということで、まあ、いろんな条件が揃って完全に収束するとしたら来年になるだろうというふうに見込めるんじゃないか。で今日の論文にも出てたのでちょっと調べてみたんですが、実はインフルエンザの場合です、不健性感染者、症状が全く認められない感染者が感染源になるかどうかというのは実際にどうだろうというのが未だにはっきりはしていないらしいんですね。で、まあ、難しいというのもあるんですが、実はそれまでに飛沫感染、今言われてますよね、で、接触感染、で空気感染、エアロゾルって名前が出てきましたけども、その3経路があるというふうに考えられてるんですけれども、空気感染というのはほとんど関与してないんじゃないかって言われてたんだそうです。ところがこれ2014年の論文だったんですが、インフルエンザの、ちょっとその頃から結構重要なのかもしれないという話になってきたんですね。で今日出てきたニュースの中で、まだこれは査読が終わってる論文です、結構有名なところに発表された論文なんですが、その新型コロナウイルスのエアロゾル感染っていうのは明らかに存在できると、つまり空気中に小さな浮遊物としてウイルスが存在するっていうのが実験で確認できたということで、ちょっと怖いかっていう、中国ではもうエアロゾル感染というのは前から言われてたんですが、今回のこの論文は中国の科学者ではなくて、いわゆる欧米の科学者たちの実験結果として出てきました。でこれによる感染率というのは当然わからないんですけれども、その空気中に小さくウイルスが漂ってしばらくの時間あるということだけは間違いなく確認できたということで、これは査読を通ってきちんと発表された論文です。だからちょっとっていう感じにはなってきましたね。で新型コロナとインフルエンザの似ているところと違うところっていうのが WHO の報告であったんですが、そもそも飛沫感染とか接触感染で空気感染の可能性がほとんどないって言ってたのが、今日の論文でここ自体がちょっと怪しくなってきた。で感染速度はインフルエンザが実は発症する時間が短いので、インフルエンザの方が感染拡大のスピードは速い、だいたいインフルエンザの発症間隔って3日くらいなんですが、新型コロナは5日から6日くらいなのでというふうに言ってたんですが、その発症というか症状が出る前にもうウイルスをどうも出してるっていう話が出てきてますよね。感染して2日以内くらいで症状が出る前にもうウイルスをちょっとずつ放出してるっていうのが今回の新型コロナウイルスのです。でまだ査読前の論文なんですけど、これでは無症状か軽
軽度の症状を示す初期段階に大量のウイルスを排出しているっていう実例がちょっと出てきているようだ。でインフルエンザウイルスの場合は通常の症状が現れてから最初の2日間にウイルスの排出が出て、はい、起きて最大1週間排出が続くんだそうです。ところが今回のは約20日間あそんなにあるいはかかってから死亡するまで排出し続けてると。うわでウイルスの排出の最短期間は8日だったんですが、はい、37日目にもまだ出してた症例があるということで、最長 今現在症例としてある中では37日まではウイルスを出している可能性が出てきています。へだからはるかにあの長く感染力をどうも維持しているということで、うん、こういうのもあのなかなか感染を抑えきれないという部分もあるかも知れないですね、はい、であと新型のコロナウイルスというのは2つくらい二次感染を引き起こすんだそうだ、まあ、いろんなものの感染ということになるんでしょうけれども、インフルエンザの場合ってそういう例はあまりなくて、はい、このコロナウイルスがやっぱり持病を持っている人っていうのにとって非常に致死率上がってますよね、はい、それの影響はこの辺にあるかもしれないということですね。でインフルエンザの実際の致死率というのは 0.1% くらいなんだそうですが、はい、今回 の新型コロナウイルスの致死率というのは今のところおそらく下がるだろうとは言われているんですが 3% から 4% ということで、うん、やっぱりインフルエンザというわけにはいかない。特に簡単にワクチンとか治療方法がないっていうのが特にその原因になるだろうということですね。それが出てくれば、はい、おそらく普通の風邪のちょっとたちの悪いのっていうイメージにはなってくると思う。そうするといわゆる今はどちらかというと若干重症化してから検査っていう話になっちゃってますが、はい、早期の検査と治療っていうパターンで本当に軽い風邪のパターンでおそらく治していけるようになるとこういうパニック的な感覚も収まっていくんだろう、まあ、よくある季節的な風邪の一種になるだろうとは言われてるんですが、はい、その治療方法とワクチンができるまでの間ちょっと頑張らなきゃいけないだろうなということです。であと消毒薬がない、まあ、マスクないのはずっと言ってますが、はい、アルコール系の消毒薬もないんですよね。ないですね。で普段通えてるのを買いに行ってもないって今日も言ったんですがなかったんですが、はい、まあ、しょうがないなと思いつつ、でも一番実は効果あるのが手洗い、うん、はい、でなぜかというと当然アルコールは非常に効果あるんですが、うん、はい、前回もお話ししましたようにウイルスというのは RNA の、まあ、本体の部分と脂肪とタンパク質の殻がある、あ、はい、それだけでできているんですね。でその外側の脂肪みたいな部分を流して溶かしてやると存続できなくなる。ああ、そっか。それでアルコールっていうのは脂肪分を溶かすっていう性質があるので、それで消毒するっていう効果は非常に高いんですが、うん、はい、なかなか理想的な状態ではできない、思ったよりきちんとできてないっていうことが多いんだそうです。で手が濡れてると効果が落ちるだとか、当然薄まりますからアルコール、その濃度が維持できないだとか、はい、たくさんよく押すのがありますよね、ボトルで、うん、あれで結構1回分押した分の量を使えって言われるんですね、アルコール、ちょっとだけではダメで1回分で浸すくらいになるから初めて効果がある。あ、そうなんですか。そういう使い方があるので、ちょっと出してっていうのは効果がありません、出すときはきちんと1回分出す。でまあ、そういう話なので、はい、実は手洗いっていうのは石鹸使いますよね、はい、で石鹸ってのは非常に脂肪を溶かして流してくれるので、お一番実は効果的なんだと、うん、でアルコールの消毒のパターンとその本当に石鹸を使ってきちんと流水で流したパターンを比べると、うん、ほとんどの場合石鹸でやった方がはるかにウイルスの数が圧倒的に少なくなると、うん、いうことなので、その消毒液は、まあ、外出した時とか、うんうん、そういう時にポータブルのはいいんですが、あ、家で使う時はむしろ石鹸で
きっちりと洗って流水で流していただくっていうのが一番いい方法ということになりますね。だからないって言って当てるよりはやることはきちんとやっておいた方があなたのためですということになるわけです。で、もともとこの手洗いを推奨したっていうのが1800年代だったんですが、産婦人科のお医者さんがあまりにも、これ聞いたことあると思うんですが、妊婦さん亡くなるのが多かったので、調べていくうちにお医者さんと助産婦さんだと、助産婦さんの時は亡くならない、お医者さんの時に亡くなるんだと、で午前中に解剖をするので、それで手を洗う習慣がなかったので、その病原菌とかがその妊婦さんに移って亡くなるっていう、でそれを洗え洗え洗えと言って洗わせたら死亡率が下がった、だけど認められなくて、この人は精神病院で亡くなったんですが、最終的に、その後やっぱり手洗いが有効だっていうのがいろんなところで出てきて、最終的に認められたという、そういう悲しいお話もあるんですけれども、ただ手洗いやって悪いことはない、手が荒れるのでも、手のそれこそ手当てだけはきちんとしてあげれば十分だということで、手だけに、はい、結構苦労されたって話は聞きましたね、そのなかなか分かってもらえないっていう、最終的にこう病院も変わったりとか、話がありました、はい、そろそろ波の音が聞こえてくるのではないでしょうか。どうでしょう、来ましたね。はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後の番組ですけれども、8時から燃えるサウンドを挟みまして、9時からパプヤブラザーズナイト、富野さんの楽しい番組です。10時から再び燃えるサウンドを挟みまして、11時からミュージックマニアとマニアだ、まだまだこの後も楽しい番組が続きます。どうぞあなたの、燃える、違うな、 76.9MHz あなたの FM 燃えるでお楽しみいただきたいと思います。また明日こと日曜日なんですけれども、午後3時からでしたかね、特別番組1時か特別番組が入りますので、再放送の時間がちょっと遅くなると思います。その辺ちょっとご留意して聞いていただければと思います。それでは来週のこの時間にまた皆様と元気でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。さようなら。待って、ごめんなさい、最後にメールちょっと私からご紹介させてください。すいません、はい、取り急ぎ週刊萌え風通信様でいただきました。ありがとうございます。長山ミルクでございます。いつも格調高い山崎さんのコーナー素晴らしいっす、素晴らしいっすと来ました、ところでおいら調べのツイッターによりますと、小学低学年女子に科捜研の女がブームらしいので、来年のもうすぐ1年生で科捜研で働きたい女子が出てくるのではないでしょうかとあと20年待てば理系上の時代が来るのではないでしょうか。雑な調査ですみません、長山ミルクでした、ということでメールありがとうございます。ありがとうございます。それね、僕も周りの知ってる子供見ててもなんか感じてました。うちの甥っ子もすでにかなり科捜研ハマってますね。もう沢口靖子を見るのが楽しみで仕方ないみたいな感じに、だんだんだいぶ前に獣医さんが流行ったこともありましたよね。ありましたね、ありましたねもうね、そうなの、 CM で見るたびに科捜研だと思うのね、沢口靖子を見ると思うだけでねそういろんな理科が流行るブームって来るのかなと思って、はい、それではこの辺でお別れです。それでは皆さん、さようなら。さようなら。